ではミカちゃんを救いに行きましょう。お、久しぶりだこれ。って音でかっ、音でかっ、何でこんな音でかいの。あ、違う。はい、もう一回。うわ。よし。はい、終わりー。さよならだ。いきなりこうなるんだろうな。毎度違う展開になるわな。ケケケケケケってくんだろ。ミカ、ミカですか？無事だったのに大丈夫？ケケケ。ミカ？そうだ。あの紫の薬、いや、そんな。シャックはミカに紫の薬を飲ませた。無理やりだ。ん？あれ？シャック。いや、早えな、効き目。速攻性あんな、めっちゃ。よかった、将棋に戻ったのね。あれ？ここは？話は後です。また奴ら来るかもしれません。一旦ここを脱出しましょう。そんな、じゃあ、早くみんなを見つけて帰りましょうよ。そうですね、私たちと、私と千歳は他のみんなを探してきます。ミカは宿に戻っていてください。ここよりは安全でしょう。わかったわ。さあ、私たちも行きましょう。鬼没山。逃げる場所は2箇所ぐらいあるからね、余裕だ。どうも。井戸の方に逃げたいと思います。スイッ。スムーズ。おぉ、どうもっす。久しぶりだ。なかなか現れないなと思ってたところだよ。はい、二人で開けましょうね、仲良く。人は、人という字は、人と人が支え合って、で、青鬼が現れる。ホープ。イエーオープ。青鬼、イエーオープ。え、ダメでしょ今の。おい、マジか。あの、つまずくのやめてほしい。はい、では青鬼を呼びましょう。青鬼。はーい。せい。あの井戸ちょっとすぐに入れなかったらきついんだよな。OK。 よく長時間ここにいたよな、鬼。来た。 OK、 任せろ。たけしお前を助ける方法は分かってる。レバー、あれ、レバーどっちだ。こっちだ。確かこっちだ。オッケー。任せろ。いける。時間に余裕があるぞ。ちょっとここで、トイレ行ってもいいかも。ちょっと待って、ナイフは？ナイフ忘れちゃった。たけし。ナイフがねえんだ。目の前に、俺がたけしを守れ。俺も一緒に食べられてる、これ。ね。で、たけしって目の前なんですよ。俺も一緒に食べられてる、これ。違うの？ね。一緒に食べて、じゃあ、もはや。俺、真下にいるんだよね。青鬼の真下にいるんだよね。
いや、てかもう一回ちょっとナイフを入手しよう。マジでやってもうた。ナイフ忘れちゃったよ。確かあれなんか本棚を動かしてみたいな、そんな感じだった気がする。ここだよ確か。え？あれ？あれなんか、ん？なんか変だぞ。絶対バグだろ。絶対バグだろ今。本棚動かさずとも後ろ下に降りれたぞ俺。こういうバグもあるんですね。さあナイフを持った私はジャックナイフです。ちょっと何言ってるかわかんねえな。ナイフ持ってるから大丈夫でしょう。これでタケシは救えます。これでまた一つ命が。よしタケシ、お待たせ、行くぜタケシ、救いに来た。私の名前は誰だかわかるか。そう、私の名はジャックナイフだ。あなたを救いに来たんです。今私の右手にこのナイフが、このナイフが光ってるんです。さあ時間にまだ余裕がある。ちょっとだけナイフを右手で回してもいいですか。はい、 OK。 はよそこで縄ほどいたからって青に俺出る幕ないなって引っ込む？普通引っ込む？おかしいな話や。ダメだ。なんだっけこれ。ああそうここだここだ。よし。さあ次どこだ？どこだ？オッケー。意外ともう余裕だ。意外と余裕だ。まだですか？オッケー。さあ、たけし、救出成功。ここはもう呼んだ。あと、拓郎だ。拓郎は、多分、普通にやってれば大丈夫な気がすんねんな。はい。奇襲、このような奇襲墓地、奇襲墓地、ちょっとわからん。これで、ジャックナイフを使うんだよね。ジャックナイフを使って、で、確かどっかで青鬼出るんだよね。これは、光り物を取ったら青鬼が登場する。いやぁ。ちょっとつまずいたよ一瞬。え？は？おかしいやろ。あれはおかしいぞ。どう見てもいなか、どう見ても青鬼の姿なかったもん。俺は許さんぞ。気まぐれであそこが引っかかるとか。よし。スムーズいけた、スムーズにいけたぞ。まあ、さっきもいけたと思ってたけどな。で、あなたは何なの？マッチか。多分でもやらないと開かないんだよ。うん。さあ、地下行きましょう。ん？消えた。え？こんなのあった？こんなのあった？え？こんなのあった？こぎないとダメじゃなかった？いけたんだ。よかった。こぎて
でもあれすごい秒数がすごいあれだったな、ギリギリだったよ、あと1秒だったもん。しかもこれ内側で鍵閉められる牢屋初めて見たな。自分を閉じ込めたい性癖の持ち主。ちょ、キャットフード持ってきてあげるからな、ちょっと待ってな。おっと、どこの話。ダメだよ。急に来んな、お前は。電気ついてから来いや。大して明るくねえんだわな。さあ、すごい臭そうなガス。